女子 100m 平泳ぎ決勝をスタートしていきました。注目は2年渡辺和歌子、そして競泳日本にも選ばれている青木玲緒樹、4連です。その青木玲緒樹が入っています。また VTT のすでに奪いました。 100m 平泳ぎです。日本記録を上回るペースで入ってきた。日本記録保持者の渡辺和歌子です。2014年に樹立した記録です。そこを上回るペースで青木玲緒樹が入ってきています。体が一つ分のリードに変わってくるか。青木玲緒樹4レーン、日本記録は5秒88。2着に